明治神宮野球場です。稲城対薬師寺、このゲームの模様をお送りいたします。稲城の先発は左の鳴宮、薬師寺の先発は右の真田、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左の鳴宮マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは秋葉、背番号2。第1球投げました、打ちました、ファウルボール。第2球投げた、直球決まってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、あっとバットの先だ、白川交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番トドロキ、背番号5。第9インコース高め、直球は外れてボール。第2球投げた、内角球空振り。第3球を投げた、低めストライク。次は4球目、投げました、打ちました、これは平凡なレフトフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー真田。第1球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、白川下がっていった。真田ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げました、アウトコース高め、ストライク。第2球投げました、これはいい当たりだ、右中間、一投間違いなく入った、入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。右のバッターボックスは5番平原。第1球投げました、ストライク。第2球投げた、変化球見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、1つ外した、ボール。次は4球目、投げた、ボール。第5球投げた、外角高めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。1回の表が終わって2対0、稲城先制点を奪われています。右の真田マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏2点を追いかけます。稲城攻撃に入ります。トップバッターは神谷。第2球打った、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。投げた、危ない球。第4球を投げました、打った、ファール。さあ5球目、アウトコース高め、ボール。第6球はボール。第7球は打ちました、ピッチャーに多く球数を投げさせています。インコース引っ張った、神谷粘ります、投げました、打ちました、増田ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番白川。第9投げました、内角へストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った。米原軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番矢部。第1球
投げた、ストライク、タイミング合いません。第2球、インコース高めいっぱい、ストライク。第3球はアウトロー、カットボール外れてボール。第4球は打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、美優君ライナー破った、やべ、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番山岡。第1球投げた、インコース低め、ストライク、タイミング合いません。初球空振りから、第2球インハイ際どい球、ボール。投げた、ストライク、バッター追い込まれました。投球これから4球目、打った、これはヒットになります。ライトからサードへ、山岡ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。第1球投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、インサイドストライク、早くも追い込まれています。追い込んで第3球をボール、アウトローへ。第4球を投げました、打った、増田取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。稲城ランナー一塁二塁残塁、1回の裏が終わりまして2対0です。2回の表、薬師寺攻撃に入ります。この回のトップバッターは阿部、外のボール引っ掛けた、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番森山。第1球投げました、初球見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、決まってストライク。第4球を投げました、スライダーボール。第5球投げた、打ちました、センター前進、ヒット。森山いいバッティングを見せました。左対左の勝負になります。初球外れてボール、投げた、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。次は4球目、投げた、まっすぐ見送ってストライク。追い込んでから第5球、打った、引っ張った、クリーンヒット、一塁ランナー三塁へ向かう、ランナー二塁でストップ、米原ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。アウトコース高め、ストライク。第2球投げた、外角球空振り。第3球を投げました、ボール、低め。第4球は打ちました。第5球投げました、外角高め、外れてボール。第6球を投げました、打ちました、ファールボール。第7球を投げました、流し打ち、どうだ、ファーストライナー取ってアウト、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。第9球投げました、ボール。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、センターバックホーム、薬師寺1点入りました。秋葉タイムリーヒット、稲城なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番轟、第1打席はレフトフライに倒れています。第9球投げた、初球はストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、直球ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、低め、フォークは外れてボール。
さあ投球は5球目アウトロー空振り三振。2回の表が終わって3対0、鳴宮この回さらに1点を失いました。2回の裏稲城攻撃に入ります。先頭バッターは江崎、投げましたボール。第2球打った内野ゴロ、三島ボールを取る、三島そのままベースに入ってアウト。これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番ただの。第9、高速シュートボール。さあ次の投球投げました高め、ストレートは外れてボール。第3球を投げました、インロー見送ってストライク。投げた打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウトランナーありません。バッターは8番志村。第9、初球はカットボール空振り。第2球、投げたこれも空振り。追い込んで第3球を投げた、一つ外してボール。投げた打ったライナー、レフト前のヒットになります。志村ナイスバッティングです。右バッターボックスは9番杉、打ちました初球打ち、セカンド後方へ飛んだ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。稲城ファーストランナー残塁、2回が終了しまして3対0です。薬師寺この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターはピッチャー真田、投げたボール。第2球投げました、2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げましたボール。第5球投げました三振、2者連続三振になりました。バッターは4番三島、今日2打点を挙げています。直球低めボール。第2球投げました低めボール。第3球を投げた、変化球決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、フラフラっと上がった、ピッチャー掴みました。これで2アウトランナーありません。投げた、ストレート決まってストライク、まずは入れてきました。第2球ストレートはボール。投げた、打ちました、江崎バックしていった、ヒット。平原いいバッティングを見せました。バッターは6番阿部、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球投げた、打った、センター前に出る、掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレーです。最後はいい守りを見せてくれました。稲城この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは神谷、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。神谷2塁を狙う、神谷いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番白川、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ、投げましたボール。第3球を投げました、決まったストライク。第4球を投げました、アウトコース高め、見逃し三振。さあリプレイです。先ほどヒットを放っている矢部、まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げました、インハイギリギリいっぱいストライク、まずは見送りました。
セカンド牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、見送ってボール、投げた、打ちました、当たり底でのセカンドゴロ、セカンドから一塁送球、アウト、稲城、なおもチャンスが続いています。第1球カットボール決まってストライク。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、カットボールはストライク。第4球を投げた、ボール、投げた、ストレートはボール、投げました、打ちました、フラフラっと上がった、取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。三塁ランナー神谷残塁に終わりました。序盤終了しまして3対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは森山、投げました、見送ってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、ボール、投げました、ストライク。第4球を投げました、アウトコース高め、はい、見逃し三振。第1球投げた、内角高め、見送ってストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球、投げた、打ったに当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、クリーンヒット、打球が転がっている、米原一気に二塁へ、米原ツーベース。バッターは9番増田成宮、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球投げた、外を際どい、ボール、投球はこれから3球目、打ちました、神谷余裕があります、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センター前進、取りました、これで3アウト。二塁ランナー米原残塁に終わりました。4回の表が終わって3対0です。4回の裏3点を追いかけます。稲城攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー鳴宮。第1球投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、危ない球、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、三島掴んだ、一塁へ送る、真田取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、ストライク。第2球インコース引っ張った、レフトへ飛んだ、ヒット、レフト前ヒットになった、バッターランナー一塁、先発決定、二塁へ、江崎ツーベースヒット、これで2打数の1安打。バッターは7番ただの、第1打席はライトフライに倒れています。第1球投げました、決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、打ちました、切れていきます、ファール、投げた、カットボールはボール。第7球を投げました、打った、ヒットになります。江崎一気にホームへ、稲城ようやく1点を返しました。ただのタイムリーツーベース、稲城なおもチャンスが続きます。リプレイをご覧ください。今日は安打を放っています。バッターの志村、ストライク、まずは見送りました。第2球危ない球、
第3球を投げました。インロー際どい球ボール。第4球を投げました。流し打ち、ファール。投球これから5球目、打った、切れていきます、ファール。投げました、打った、流し打ち、当たり損ない、アウト。三島そのままベースに入ってツーアウト。右バッターボックスは9番杉。第1打席はない、初球を打ちました、セカンド左への打球、アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。4回の裏が終わりまして3対1、稲城この回1点を返しています。薬師寺この回は2番からの好打順、先頭バッターは轟、今日はレフトフライと三振。第9投げました、ボール。投球これから2球目、ボール。投げた、打ちました、これは内野ゴロ。白川ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー真田。第9投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球ストレートはボール、インコース高め。第3球を投げた、フォークボール空振り、タイミング合いません。投球これから4球目、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。右バッターボックスは4番三島、今日2打点を挙げています。第2球投げた、ボール。第3球は見送ってストライク。次は4球目、投げた、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、レフト見送った、ホームラン。ソロホームラン、三島今日これが2本目のホームラン。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。バッターは5番平原、今日3打席目、インコース低め、スライダーは外れてボール。第2球投げました、見送ってストライク。投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、ピッチャー返し、あっと抜けた、平原ナイスバッティングです。バッターは6番阿部、今日はピッチャーゴロとセンターフライ、ストライク。1球目ストライクから決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んでから投げました、打った、抜けた、阿部いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げた、内角際どい球、ボール。第2球投げた、見送ってストライク。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第4球を投げた、空振り三振、バットアウト。5回の表が終わって4対1、薬師寺リードを3点としています。稲城この回1番からの好打順になります。先頭バッターは神谷、投げた、見送ってストライク。初球ストライクから投げました、ストレート空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、打ちました、飛びついた、1・2塁間ライナー破っていった、神谷ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。投げました、決まった、ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、ボール。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。投げました、決まった、ストライク、バッター追い込まれました。
一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、三島交代、神谷三塁を狙う、白川いいバッティングを見せました。初安打。第9球初球を打った、左中間のフライ、ヒットボールが転がる、きれいに点差を2点に縮めました。やべえ、タイムリーツーベースヒット、これで今日は3打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日は安打を放っていますバッターの山岡。第9投げた、ボール。第2球投げた、インロー空振り。第3球外角高め見送ってストライク、キレのある変化球。投球これから4球目、あっと入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転スリーラン、ホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。バッターはピッチャー鳴宮。第9投げた、決まってストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、投げた、インコース引っ張った、ライトへの打球、ライト下がった、これはヒットになります。鳴宮ナイスバッティングです。これで3打数の1安打。バッターは6番江崎、これが3度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、初球決まってストライク。第2球投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球ここで送ってきました、ピッチャー正面に転がった、一塁はアウト、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。先ほどタイムリーを放っている高野。第9投げました、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ボール、アウトコース低め。第3球外れた、ボール。第4球を投げました、打ちました、ヒット、鳴宮三塁回った、稲城さらに1点追加、6対4。リプレイをご覧ください。バッターは8番志村。第9投げました、ボール、投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、完全に外れた、ボール。さあ投球は5球目、低め見送ってフォアボール。バッターは9番杉、今日はセカンドフライとセカンドゴロ、打ちました。第2球投げた、ストライク、バッター追い込まれました。振り返って二塁牽制球、もう一回セカンドへ牽制球、また牽制、二塁タッチセーフ。友部ランナーの動きを警戒しています。打ちました、ライト前進、ヒット、ライトバックホーム、杉いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。見送ってストライク。第2球内角低め、外れてボール。投球はこれから3球目、外、ドロップ外れてボール。
投げた、打った、フラフラっと上がった、三島バック取った、これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。第9球、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから第2球見送ってボール。第3球を投げました、空振り、バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、打った、阿部落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回までが終了しまして6対4、以内この回逆転に成功しています。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは米原、第9球投げました、外角へストライク、外のボール球を振らせました。第2球決まってストライク、追い込んで第3球を投げました、空振り三振、最後は147キロストレート。第9球投げました、初球から打ってった、センター前に出る、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って秋葉、第9球ボール。さあ次の投球、投げた、カットボール空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、まっすぐ空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール、外角へ。第5球投げた、打った、ファール。投球はこれから6球目、打ちました、センターへ上がった、掴んで、これで3アウトになります。鳴宮3人でピシャリと抑えています。6回の表が終わって6対4です。さあここは守備を変えてくるようです。稲城、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは矢部、今日はここまで3打数2安打。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。ボールが点々と転がっている、ボールは中継、やべ、ツーベースヒットを放ちました。ここまで2安打の山岡、稲城、追加点のチャンスを迎えています。初球はストライク、まずは見送りました。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。二球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球空振り三振、山岡全くタイミングが合いません。バッターはピッチャー鳴宮、今日はここまで3打数1安打。第9球ストレートはボール、まずは高め。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、低め、ボール。さあ5球目、外角低め、見送ってストライク。さあラストボール、投げました、空振り三振、大事な場面で2者連続三振。右バッターボックスは6番江崎、投げた、初球落ちるスライダー空振り、タイミング合いません。第2球投げた、流し打ち、取って、これで3アウトチェンジ。二塁ランナー矢部、残塁に終わりました。中盤まで終了しまして6対4です。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは轟、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9球初球決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、危ない球。投球はこれから3球目、低め際どい、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。次が5球目、打ちました、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー友部。第9球投げた、スライダー見送ってストライク。第2球
ストレートはストライク。投球は3球目。投げました。見送ってボール。第4球を投げました。ボール。外角低め。さあ5球目。内角低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第1球スライダーボール。まずはインハイ。投球これから2球目。決まった。ストライク。第3球を投げました。危ない球。投げました。インローの直球はボール。第5球投げました。外れました。フォアボールです。鳴宮降板。マウンドに上がったのは赤松。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。投げた。初球空振り。さあ次の投球。打った。ファール。追い込んでから投げた。ストライク。空振り三振。バットが空を切りました。7回の表が終わって6対4。稲城2点リードは変わりません。7回の裏、稲城ラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは只野。今日はここまで3打数2安打。第9投げた。インサイド決まってストライク。第2球投げた。外角高め際どい球。ボール。第3球を投げた。縦のスライダー決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げました。打った。流し打ち。三島ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターは8番志村。第9投げました。ストレートはボール。まずは高め。第2球アウトコース高めいっぱい。ストライク。投球はこれから3球目。ボール。アウトコース高め。第4球を投げました。打ちました。追い込んでから第5球打った。いい当たりだ。三遊間ライナーで破った。レフト前ヒット。クリーンヒットです。志村ナイスバッティングです。ピンチヒッターは吉澤。第1球投げました。直球ストライク。1球目ストライクから2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げました。ボール。第4球を投げた。打ちました。センターへ持っていった。センター前進。ヒット。センターからサードへ。吉澤いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。まずは二塁牽制。二塁タッチはセーフ。投げた。縦のスライダー。ボール。第2球投げた。空振り。タイミング合いません。第3球は打った。痛烈な当たり。ライナーだ。レフト前クリーンヒット。神谷ナイスバッティングです。今日これで5打数3安打。投げた。縦のスライダー見送ってストライク。第2球投げた。打ちました。これ投げ通過。谷口取った。稲城1点入りました。稲城なおもチャンスが続いています。今日3安打猛打賞の矢部。第9投げました。外角低め。縦のスライダー外れてボール。さあ次の投球見送ってストライク。投げました。打ちました。ファウルボール。追い込んで投げました。ボール。次は5球目。打った。谷口交代。ワンバウンド。ライトバックホーム。続いて2塁ランナーも今ホームイン。稲城この回3点目。9対4。先ほどのプレーです。右バッターボックスは4番山岡。今日はスリーランホームランを打っています。第9投げました。アウトロー。ボール。第2球投げました。見送ってストライク。第3球を投げた。ドロップはボール。
投げた、打った、次は5球目、投げた、打ちました、三遊間へのゴロ、破った、ボールは中継、山岡いいバッティングを見せました。今日これで5打数3安打。第9、外角高めへ外れてボール。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。投球これから2球目、見送ってストライク。第3球を投げた、ストライク、バッター追い込まれました。投球これから4球目、変化球、空振り三振。7回までが終了しまして9対4、稲城リードを5点としています。赤松、降板、右の平野、マウンドに上がりました。稲城これで全ての投手を使い切りました。どういった立ち上がりを見せるか。8回の表、逆指示、攻撃に入ります。先頭バッターは阿部。第2球、インコース、ボール。第3球を投げた、直球見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、江崎ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスは7番森山、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、打った、ライトへ行った、これはヒットになります。森山ナイスバッティングです。左バッターボックスは8番米原、投げました、ストライク、少し迷ったか。第2球内角際どい球、ボール。投球はこれから3球目、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。先ほどからセカンドの守備に入っています谷口。第9投げました、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから投げました、打ちました、追い込んでから第3球を外角スライダー、見逃し三振。平野3球で仕留めてみせました。第9投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第2球ボール。第3球はアウトローを見送ってストライク。次は4球目、投げた、低め、外れてボール。投げた、危ない球。第6球を投げた、打った、いい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、打ったバッター一気に二塁へ向かう。秋葉いいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは轟。今日はここまで4打数ノーヒット、1三振。第9投げた、縦のスライダーは見送ってストライク。投球これから2球目、打った、ファースト右横のフライになりました、ファースト落下点、取りました、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8回の表が終わって9対6、稲城3点差に詰め寄られています。8回の裏、稲城攻撃に入ります。トップバッターは江崎、今日はここまで3打数1安打。投球これから2球目、打ちました、ライナーヒット、江崎いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。第9投げました、あーっとショーフライになった、友部取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。低めいっぱいストライク、1球目ストライクから打ちました、ファールボールにご注意ください。第3球は低めいっぱい、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。
右バッターボックスは9番吉澤、これが2度目の打ちました。初球サードの左、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー江崎残塁に終わりました。8回までが終了しまして9対6です。さあいよいよ最終回、先頭バッターピッチャー友部ボール、まずはアウトロー。第2球投げました、シンカーはボール。投げました、低めストライク。投げました、打った痛烈な当たり、ライトバック、ライト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番三島、今日3打点を挙げています。第2球投げました、決まったストライク。第3球を投げた、縦のスライダーボール。投げた、打ちました、ファール。第5球投げた、打ちました、吉澤ボールを取る、一塁送球アウト。さあいよいよあと1人、バッターは5番平原稲城、ここは何としても抑えたい場面。投球これから2球目、アウトコース高め、ストライク。第3球を投げた、スライダーボール。第4球は打ちました、センターへの打球ヒットになります。平原ナイスバッティングです。バッターは6番阿部、今日はここまで4打数1安打、タッチセーフ。第1球見送ってストライク。第2球投げた、打った、これはショート正面、一塁へ送る、アウト、試合終了。稲城見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は9対6稲城勝ちました。勝利投手は鳴宮、敗戦投手は真田、稲城、全員で勝利を呼び込みました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。